タートしました。18頭揃いました。まず最初の3コーナーに向かいますが、先頭は押しながらイングランディーレです。イングランディーレ、ザッツザプレンティも早めに行きました。さらにシルクフェイマス、ビータローザと2番手3頭、あと前から5番手集団ですが、アマノブレイブリースーッと上がっていきます。さらにはゼンノロブロイとチャクラも5、6番手集団、中団グループにリンカーンつけていますが、外からはナムラサンクス、ダービーレグの1周目の坂の頂上です。さらにウィンジェネラーレ、その外はカンファーベスト、あと後方にウィンブレイズ、ネオユニバース、後ろから5投目サンライズジェガー、その後あとは成田センチュリー、ファスト立山、マーブルチーフが最後方の展開です。1周目最初の4コーナーに入って、先頭はイングランディーレ、リードが4馬身から5馬身で直線に向きます。アマノブレイブリーが単独2番手で、各馬4コーナー続々とカーブして直線に向きました。先頭はイングランディーレ、リード4馬身から5馬身、アマノブレイブリーが単独2番手、3番手にはビータローザ、シルクフェイマスが4番手、5番手にはゼンノロブロイとナムラサンクス、5、6番手のインコースにザッツアプレンティ、チャクラ中段馬群の中、リンカーンも中段の外め、その後ダービーレグの、さらにウィンジェネラーレも中段の後ろ、ファンファーベストとウィンブレイズ、ネオユニバースが中段馬群の後ろにつけました。あとはサンライズジェガー、後方ファスト立山、成田センチュリー、最後方にマーブルチーフ変わりません。やや縦長の展開で1コーナーカーブに入っていきました。飛ばしますイングランディーレのペース。イングランディーレ先頭で1、2コーナー中間に入ります。リードを大きく取りました。6馬身、7馬身、8馬身イングランディーレ先頭、単独2番手にはアマノブレイブリー、さらに5、6馬身がいて3番手にシルクフェイマスで第2コーナーカーブに向かいます。前から4番手がビータローザ、そこからさらに3馬身がいてゼンノロブロイ、前の5頭はバラバラ、その後ろにザッツアプレンティ6番手、差がなくナムラサンクス、チャクラが中段、外にリンカーンがつけています。その直後ダービーレグのやや縦長、あとカンファーベスト、間からはウィンジェネラーレ、さらにウィンブレーズ、まだネオユニバースは後ろから5投目、その後ろサンライズジェガー、成田センチュリー、ファスト立山、最後方にマーブルチーフで、向こう上面大逃げを打っているイングランディーレ、1頭大きなリードを取って2周目の坂の頂上に向かいます。あと2番手にはアマノブレイブリー、3番手にシルクフェイマス、ビータローザ、さらにザッツアプレンティ、早め5番手にじわっと動いていったチャクラ、チャクラ、ゼンノロブロイ上がっていきます。すでにイングランディーレは800を切りました。イングランディーレ先頭で坂を下り切ります。まだ20馬身ぐらいのリード、あと2番手にはアマノブレイブリーが上がっている。アマノブレイブリー単独2番手、さらには外目からスーッと上がっていったもう一頭600を切りました。その直後ゼンノロブロイと内からはチャクラ、さらにザッツアプレンティ、ザッツアプレンティ、さらにまだネオユニバースは、ネオユニバースは中段馬群の中か外目を回っている。直線に向いてイングランディーレ先頭だ、イングランディーレ先頭、あとシルクフェイマス、シルクフェイマス追ってきた、ゼンノロブロイ、ゼンノロブロイが追ってくる。さらにはチャクラ、チャクラ、まだザッツアプレンティ、ネオユニバース、さらにリンカーンが伸びません。先頭200を切ってイングランディーレ先頭だ、まだリードが5馬身、6馬身、ゼンノロブロイが2番手、シルクフェイマスが3番手、チャクラが4番手、先頭はイングランディーレ、逃げ切ってゴールイン、大逃げイングランディーレ、2番手ゼンノロブロイ。